皆さんこんばんは。今日はおじいちゃんが3回転びました。1回目は朝5時過ぎに、雨戸を開けようとして滑って転んで、トイレの壁に体を打って転んだので、特に痛いところはありませんでした。2回目は、夕方、また雨戸を閉めないでと何回も言って、分かったと言ってくれたんですが、そのまままた雨戸を閉めようとして、転びました。で、その時はスライディングするような形で、転んだので、また大丈夫でした。どこも打ってない。奇跡的にね。はい。で、その雨戸を閉めるときはどちらも片手でこう支えながらやるっていうすごい危ないことをやっていたので、もうやめてくれとお願いをして、そうですね。雨戸ももう開かないように、雨戸も開けないでねと、貼り紙を貼って、やりました。そして3回目がですね、いつもだったら普通に近い位置からトイレのドアを閉めるのに、なぜか3回目だけ、遠くの位置からトイレのドアを閉めようとして、また滑って転んで、3回目はお尻を強く打って歩けなくなってしまいました。救急車を呼んで、どっかの病院行こうと思いましたが、どこも取り合ってくれず、一つ取り合ってくれる病院が見つかりましたが、自宅から、往復で2時間ぐらい、もっとかかるかな、3時間ぐらいかかるような病院で、救急隊の方から明日土曜日だけど外来がやってるところがあるので、そこを勧められて、おじいちゃん体力的にも僕の体力的にもその方がいいなと思って、そういうことをすることにしました。はい。多分悪化してると思います。足の運び的にもそうだし、寝返り打つだけで痛い痛いって言ってるので。で、今日僕はもう寝れないんですけども、その寝れない理由としては、もうさっきもおじいちゃんに何度も怒ったんですけど、漏らしていいよって言ってもそれだけはできない、トイレに行かせてくれと。で、おじいちゃんも歩いてトイレに行くことはできないよって言って、じゃあ分かったって言って寝て、で、また1分2分したら、あ、トイレ行きたい。いや、さっきの話聞いてた。いやいや、もう漏らすことはできない。いや、俊介はね、ここで漏らすのとトイレに行くとなったら、ここで漏らしてくれた方がありがたいんだと。トイレに行かれる方が嫌なんだって言って、あ、分かったって言って、また寝て、そしたらまた1分後にトイレ行きたい。じゃあもう行こうって。もう僕も嫌になっちゃって。じゃあもう行こうって言ったら、もう痛い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 って言いながら動くんですよ。もう見てらんなくて。もう何していいか分かんないじゃないですか。なんで、この風呂桶にどうしても漏らしたくないってことだったんで、パンツを下ろして、もう漏らしてたんですけどね。もう漏らしてたんですが、どうしてもパンツを下ろしておしっこはしたいということで、立ち上がってもらって、支えて、これにおしっこをしてもらって、で、ようやく今、寝てもらってる感じですね。で、また起きるので。で、起きて一人でトイレ行ったらもう絶対転ぶぐらい足の運びが悪いので、僕は今日寝れないという。なんなんでしょうね。やっぱりおじいちゃんも譲れないところが多分あって、
これをやらないでね、片手で何かをしないでねって言っても、やっぱ元気になって、本当に今日本当に良くなってきてたんですよね。3週間前に骨折して本当に良くなってきて、これからまた歩いて怪我をすることないような感じだったのに、いつもだったら滑らないんですよ。この3ヶ月間滑ってこなかったんですよ。滑って転んでこなかったんです。頑張ってきたんです。なのに元気になってきて、ちょっとずつ無理をするようになって、前階段を登ろうとした時もそうですけど、とっても嫌な気分ですね。もちろん自分のね悪いところもあると思いますけど、もうそんなの棚にあげてもいいと思えるぐらいすっごく嫌な気分です。で、わかんないですけど、本当どうしてももう辛すぎてあーってなっちゃいそうな時は、多分生配信を始めてどうにか気を紛らわそうと思いますので、今もうおばもおばで動いてくれてますし、救急隊員の方ももう最善のことはしてくださったと思います。これは辛いですね。結構元気になってきてたっていうのが一番でかいですね。だから今日アップした動画もちょっともう方向がだいぶ変わってきたので、削除しました。はい。まあまあ、でも前に比べては大丈夫なんですけど、寝れないのがでかいですね。絶対にトイレ行こうとするので、また最悪です。まあまあ、絶対また元気になるんだよね、おじいちゃんはね。そこはいいんだけど、もうちょっと楽に、もうちょっと楽にさせて楽にこっち側にさせてもらえたら嬉しいなって思いますね。はい、そんな感じでございます。また多分、何時ですか今0時過ぎか。また後で多分生配信はするでしょうね。多分気が紛れるので、はい、僕が寝たら今日はもう完全に終わりなので、寝ないように頑張りたいと思います。はい、ありがとうございました。